知ってます、はい、なんすか山子さんに、はい、ワンピースがここまで続くというふうに最初に思っていなくて、うん、も7年目過ぎたぐらいから小田先生が毎年真弓さんあと10年ですあと10年ですって何年も言われてんですよ、うん、でってそんなに続くといや私だってうっかり死んじゃうかもしれないじゃないとかって言って私がうっかり死んだ場合にワンピースファンの人たちが私が決めた人だったら認めてくれるんじゃないかと誰がいいと思うって息子にお母さんうっかり死んじゃったらねなんて話を息子にって言ったらおかんの後釜かあ野沢雅子さんしかいないな私よりも年上行ってどうするってそうなんだこれ聞いて笑ったのそれで真子さんにこういうこと言うんですよつって言って言ってみんな笑って真子さんも笑ったの、笑ってひとしきりしたらさ私にさ、真由美やるよそれすごくない？ちゃんとだから入ってます。入ってます。だって真子さん100歳宣言をね、そうそうもうなんかもう、うん、もう最低でも100まで。うん、そう最低でもですよね。最低ですよ。最低でも100。もう128はできると思ってます。128。はい、だって皆さんお送りしてそれでもやってます。なんとか追いつくようにね。追いついて追い越してってください。いやいやいや。それでは今日も素晴らしい一日を。はい